スジエビは手長エビ科に分類されるエビの一種。日本とその周辺地域に分布する陸水エビで釣り絵や食用に利用される。講義にはスジエビ属パレイモンに分類されるエビ類の総称としても用いられるが、日本産の種類のうち淡水産なのはスジエビくらいでほとんどの種類が気水域や浅い海に生息する。 体長はオス3 5ミ、mm、リメートル、メス5 0ト、mm、ルほどで、メスの方が大きい。体には7丁の黒か色体模様が各所に入り、和名もここに由来する。体模様の太さは、個体や地域で若干の変異がある。生きている時は、体がほぼ透明で内臓が透けて見えるが、瀕死になったり、死ぬと体が白く濁る。体型は防水型で、東京港。 腹部の境界と腹部中央が曲がり、頭部が上向き、尾部が下向きになっている。楽角,角は細長い洋状で、目柄や触角、五体のふわしも細長い。ふわしの内前の二体は先端にハサミがあるハサミ足となっている。手長エビ類に近辺で、手長エビ類の若い個体と筋エビはよく似ているが、手長エビ類には副眼後方の東京工場に、 キモジョウトゲという前向きのトゲがあり、キモジョウトゲがないスジエビと区別できる。また、同じく淡水に住む沼エビ類とは大きさが同じくらいで混同されることもあるが、スジエビは明らかに足が長く、上から見ると複眼が左右に飛び出す。カラフト、エトルフ島、クナシリ島、北海道から九州、種ヶ島、ヤク島、朝鮮半島南部まで分布する。国内に生息する。 淡水性エビとしては最も地理的分布が広い種。川や池などの淡水域に生息するが、寄水域にも稀に生息する。釣り絵として利用されることもあり、本来分布していなかった水域に持ち込まれ、分布を広げることもある。沖縄には分布しなかったが、1975年、西原町の池田ダムで最初に確認された。侵入経路としては、鯉の養殖種病とともに、 関西方面から持ち込まれたと考えられている。1997年時点では沖縄島中部のいくつかの河川とダムで確認されている。沖縄島には本種は分布せず、代わりに手長エビ類が河川にいる。この種がそれらを押しのけて定着できた理由はいくつか挙げられる。例えば日荒川の場合、川の下流域の汚染がひどく、 幼生期に海に下る手長エビ類は遡上できないのに、対して、本種は淡水域で生活史を終えられるために定着が可能であった。そのため、その上流の貯水池やダムでも手長エビ類はおらず、侵入が容易だったと思われる。昼間は、石の下や水草、中水植物の茂みの中に潜み、夜になると動き出す。藻類や水草も食べるが、食性はほぼ肉食性で、 水生昆虫や他の小型甲殻類、貝類、ミミズなど様々な小動物を捕食する。大きな個体は、メダカなどの小魚を捕食することもある。動物の死骸にもよく群がり、餌が少ないととも食いもする。餌を食べる際はハサミ足で餌を小さくちぎり、忙しく口に運ぶ動作を繰り返す。また、小さな海上の餌は、フワしとあご足で抱え込み、 大顎でかじって食べる。一方、天敵は、スッポンなどの淡水性カメ類、うなぎ、コイ、ブルーギルなどの淡水魚サギなどの鳥類がいる。繁殖期は、春から秋までで、初夏に盛んに産卵する。交尾行動は、夕方から夜間で交尾を終えたメスは、直径1ミリメートルから2ミリメートルほどの緑褐色の卵を複数回に分けて産卵する。この卵は、 手長エビ類や、沼エビ類に比べて、大粒、少数である。産卵したメスは卵を腹足に抱え、1ヶ月ほど、保護する。卵から孵化した幼生は、ゾエア幼生の形態で、20から30日ほどのプランクトン生活をした後に、体長5ミリメートルほどのチエビとなって着定する。寿命は2から3年ほどである。産卵周期は非常時間とは、関係がなく、 水温に依存している。スジエビ類は発生に塩分を必要とせず、南沼エビと同じく閉鎖した淡水でも繁殖できるが溶成期は淡水中での生存率が低下すると報告されている。希釈海水中で高い生存率を示すが、100%海水中では生存しない。日本では各地でもエビ、川エビなどと呼ばれ、淡水域では 比較的な地味深いエビとなっている。セルビン、タモモなどで漁獲され、唐揚げや、つくだに、菓子など食用に利用される。殻もや柔らかく、食用の際はまるごと使用される。滋賀県には、琵琶湖産のスジエビと大豆を煮たエビ豆という、郷土料理がある。ただし他の炭水性甲殻類と同様に寄生虫の危険があり、生食はされない。食用の他にも、 釣りなどの活餌として利用され、地方や時期によっては、沼エビ類などとともに、釣り具店で多数販売される。飼育自体は難しくなく、魚用の苔飼料なども食べる。食性は肉食の強い雑食性で苔なども食べるが、メダカなどの小さな魚を一緒に飼うと捕食してしまい、餌不足ともなれば共食いも起こるので注意が必要である。 小さな水槽で一度に多数を飼育すると徐々に個体数が減るので、むしろ個体数を少なく抑えた方が長期飼育できる。飼育下で産卵させるのは容易だが、妖精やチエビも共食いするし、親エビによる捕食もある。一般に多種との混影には向かない。チエビの頃は沼エビとの区別が難しく、時には沼エビに混じって販売されているケースもあり、 肉食性が強いのでそのまま沼エビと一緒に育てると沼エビを捕食してしまう。水産種原価の可能性を探るために養殖試験が行われたこともある。1994年に琵琶湖で生けス中のスジエビが発酵するのが発見され、ホタルエビとしてマスコミを賑わした。これは発酵細菌の感染によるエビの伝染性光病によるものであった。 海産スジエビの一種パレイモンエリゴンスラートケ1837ヨーロッパ沿岸に分布するスジエビ属パレイモンは気水域や海岸付近の浅い海に多くの種類が生息しスジエビと同様に活餌や食用で利用されるイソスジエビとスジエビモドキの2種類は日本全国の海岸でよく見られるイソスジエビパレイモンパシフカス体長70ミリメートルほどに 達し、スジエビよりも大型。体の黒状は、スジエビより明瞭で数も多い。また、黒状の他に白い斑点も散在する。インド洋と西太平洋に広く分布する。外洋に面した水のきれいな岩礁海岸に多く、海藻の間や岩陰に多数見られる。タイドプールや不凍などで目にする機会も多い。スジエビもどきピースリファー体長4 0ト、mm、ルほど。 イソスジエビより小型で、体には黒状が少なく、ほとんど透明である。シベリア東岸からハワイ、インドシナ半島までの北西太平洋沿岸に広く分布する。イソスジエビと、ほぼ同所的に生息するが、寄水域や内湾では、イソスジエビよりも多い。他に、日本産のスジエビ類として、以下のような種類がいる。ありがとうございます。